げるとは、まあ、つまり自分がクラシック音楽への目覚めというのが非常に遅かったものですから、高校生に入った時からになります。まあ、ピアノとかはずっとやってはいたんですけれど、クラシック音楽、オーケストラの音楽への興味というのは高校に入った時からスタートしたもので非常に遅かったんですけれど、それで初めて自分で演奏会のチケットを買って行ったコンサートが日本フィルの横浜ケーキの演奏会で、それ以来こう日本フィルのチケットを買いだめしてはずっと財布に入れとくんですね。当時のチケットはちっちゃかったんですよ。このぐらいのサイズなんですね。で、財布にそれをずっと常に5、6枚財布に入れないと忘れちゃうから5、6枚ずっと持ち歩いて次の公演を指折り楽しみにして通ったということがございまして、で今はそこの式台に立ててるというのがもう非常に夢のような話なんですけれども、1000回という話が先ほどありましたけれど、500回定期の時に小林健次郎先生がマーラーの、それこそマーラーの第8番千里の交響曲を指揮されて、私当時大学2年生になったばかりだったんですけれど、合唱団の一員として歌っておりましたので、その時に合唱団の打ち上げですね、まあ、威勢が良かったというのが若さ怖いもの知らずでしたから、1000回定期は僕が指揮しますなんてことをね宣言したんです。で、その思いはずっと今も変わらずありまして、で計算しましたら、僕が70何歳かなんですよね、旋回定期計算してこのペースで日本フィルの定期が続くでありますと、70運歳の時に、巡ってくるので、その時は嫌われてなければぜひにと思うんですが、そんな思いが、そんな思いがあります。で、この度2年間延長させていただけること、つまりマーラーチクルスをこう終えるまで調させていただくということで、1000回の道のりはまだまだ遠いですけれども、このことをお話ししましたら、ある新聞に日本フィルの定期を1000回指揮すると書かれましたけど、それはとても無理な話でございます。1000回目の定期を演奏したいなということでございます。それでこのマーラチクルスのお話なんですけれども、まさかこんな大掛かりに本当に実現するとは思ってなかったんですけれども、発端からするとこうどんどんなんかそれしかないだろうというような選択をしていって、この企画が出来上がったと思うんですけれども、まあ、まずそのオーチャードホールさんと、まあなんていうんですかね、雑談の中でじゃないですけれど、オーチャードホールさんで何かやるんだったらというような質問からスタートしたような経緯があるんですけれども、オーチャードホールさんでやるのだったら僕には最初はマーラーしか考えつかなかったんですね。マーラーをぜひやりたい、まあ、会場の、雰囲気というか大きさというかサイズというかいろんな要素が、お茶で何かし企画をやるんだったらマーラーっていうのが必然的にまず浮かびます。で、マーラーをやるんだったらそのマーラー その例えば他の歌曲でありますとか他のもので演奏会を構成することももちろん可能なんですけれども、その時にこう竹道さんしかないだろうと、これも自分の中ではオンリーだったんですね。竹道さんとやるというの組み合わせでプログラミングしていきたいということもありまして、で当然オーケストラは日本フィルしかないというふうになりまして、全てそのオンリーのものが凝縮されて、こういう発表ができることになったんですけれども、本当にオーチャードホールさんはじめ日本フィル本当に感謝を、本当にありがとうございます。で、まあこのマーラーチクルスっていう時代は今の世の中そんなに珍しいことではないと思うんですけれども、僕の中では3年かけてやるということはもうこういうことも含めて先人の方々の思いなんですね。僕がお会いすることが叶わなかった方が、まあ、非常に多いんですけれども、もうヒットに挙げられるのはこういうことでいうと若杉宏先生、そして岩城宏之先生で、まあもちろん竹光徹先生、別にプログラムでは取り上げませんが三好明先生、山田和夫先生、渡辺明夫先生で、この6人の方々の中アイディアを自分の中でこう何て言うんですかね、寝かせてというか
そういうものが結びついた企画だと思っておりまして、自分自身がひらめいたというよりかはアイデアはその先人の方々からいろいろいただいております。そもそも若槻先生が3年かけて3つずつ交響曲を演奏するというのは過去に例があると思うんですけれども、そこにすごくインスピレーションをいただいております。で、そのマーラでまとめるのではなくて、竹内さんとのカップリングであるとか、そういうこともそうですし、マーラの、一番で今度ハンブルク校という珍しい版で演奏しますけども、そういったことも常に若槻先生が日本で発信されようと、していたことが あると思うんですね。でこの度この4月から東京コンセラー賞団の音楽監督にもさせていただいたんですけれども、そこではやっぱりずっと長らく岩木宏之先生やっておられて、でそこで第2回の時にはマーラの2番の復活との時には闘魂も来ますが、闘魂というのはそんなに大変はそう多くございませんで、僕と関わりの深い武蔵野合唱団というアマチュア合唱団なんですけれども、そことの混合の合唱団で、行きたいと思ったんですが、せっかくですから闘魂だけも何かフューチャーできればと思って、この混声合唱のための歌シリーズという大変素敵な作品がありまして、それはこれは闘魂だけで演奏してもらおうと思っているんですけれども、そういう8番の時には合唱で立遊会でもお願いしますけど、そういうアマチュアの活動に対しても非常に熱心でいらしたのが山田和夫先生であり、渡辺明夫先生でいらしたというようなことも、なんかそういう結びつきもいろいろあったらいいなと思ってございます。第3回の3番の時にはもう単純に3だから3つの音楽というですね、3、3で単純にこれもオンリーで浮かびましたし、全てオンリーなんですね。4番の時も前半にやるのは系図しかないと思いましたし、5番の時もこれしかないっていうようなことがあります。で、3年かけて9曲やるんですが、自分にとってはほとんど初挑戦なんですね。マーラのシンフォニー、指揮 しないわけじゃないんですけれども、ほぼ例えばプロの楽団でさせていただくということは4番はありますけれど、4番以外はほとんどありませんでして、全てが初挑戦という、本当に自分の中では本当にできるかなという、その自分の中 大きなハードルを自分で立てたようなところもあるんですけれども、で一番山場がですね、僕の中では一番距離が未だにあるのがですね、マーラーのシンフォニーだと6番と7番っていうのは非常に僕の中で距離があるんですね。ここが一つの僕にとっての第2期目の最後と第3期目の最初、ここの山というのが一つありまして、それを通り越すと千人の交響曲という非常に、まだオペラは書けませんでしたけど、オペラ的なシンフォニーということができると思うんですけれども、壮大な歌が入りますと途端に楽になるところが自分自身あるんですけれども、そして9番も非常にイメージとしては持ちやすいと思いますし、それと弦楽のためのレクイエムというカップリングもそれでしかなかったということで、全てのそのオンリーなものが集まった企画をさせていただくというようなことを思っておりまして、ぜひ3年にわたりますけれども、ぜひご支援ご協力皆様いただけたらと思っております。